¡Chao! ¡Chao, rica! Chao, bienvenidos a mi café del tango. リカの Tango Café へようこそ。しばらくの間、タンゴ楽団アストロリコのバイオリニストの私、アサバリカのおしゃべりと音楽でお過ごしください。昨日はね、祇園祭りの先祭りですか、山ぼこ巡行ありましたけど、私おととい久しぶりに宵山にね繰り出しました。あんまりちょっと人混みのところには寄っていかないタイプなんです。逆のようによく取られるんですけど、どっちかっていうとお祭り人間ではないんですけども、久々に宵山に行って、ちょっと知り合いがね、かんこぼこのあの有名な提灯落としですか、見るっていうので、ぜひ私も見たことないのでくっついてきましたけど、いいもの見ましたね。やっぱでもね、ずっとあの中を歩いてると、この1000年以上にわたるこの伝統とか文化、これを引き継いで受け継いで次の世代へこうつないでいくっていうことは、もうすごいことだなと。地元の皆さんのね、地元愛とか、それからまあその意気込みというか、もう大変な苦労がずっと脈々とつながって、文化がつながっていって、まあ年に1回ぐらい私たちがね、たまに行ってはいいもの見たって騒いでますけど、それにはもうね、大変なその保存会の皆さんのご苦労があるんだなということを改めて痛感した次第ですが、はい、アルゼンチン単語界も、その伝統のね、アルゼンチン単語としての伝統を伝承していくべく、いろいろ日々ミュージシャンたちがね、アルゼンチンでも、そして日本の単語ミュージシャンでも頑張ってるわけですが、私たちもアストロリコもその中の一つとして、伝統的な単語のね、良さをつないでいきたいなと思って頑張っております。ということで、ラムシカレコメンダードでおいということで、そのおすすめの今日の音楽ですが、先週11日がアニバル・トロイロというバンドネオン奏者であり、素晴らしい大作曲家の、お誕生日だったということで、今週もそのパート2、その2をやりたいと思います。今日もアニバル・トロイロの演奏をお届けしたいと思いますので、これは CD アルバムからの、配信になりますが、ネット配信の方にはちょっと無音の時間を、私が、アルゼンチンで体験したこととかの、写真で、あのブエノスアイレスの雰囲気を感じ取っていただければなというふうに、そちらでお楽しみいただきたいと思います。まず1曲目ですが、これはあのアニバル・トロイロが作曲した曲ではないんですけれども、トロイロ楽団の演奏によってさらにこう充実した、この素晴らしい演奏で、有名に、もっと有名になってしまったという曲で、バンドネオンの嘆き、ケハスでバンドネオンという曲を、1958年の、アニバル・トロイロ・イース・オルケスタ・ティピカの演奏でお届けしたいと思いますが、この、曲の最後の方に登場しますバンドネオンの細かいあの音がずっと続く部分を、オルケスタの醍醐味としてね、見せ場なんですけれども、ぜひその辺とかアニバル・トロイロのソロの音色をお楽しみいただきたいと思います。ではお聴きください、バンドネオンの嘆き。
ただいまの演奏はアニバル・トロイロ・イス・オルケスタ・ティピカで、ケハスでバンドネオン、バンドネオンの嘆きという曲をお届けしました。続いては今度は、アニバル・トロイロの、作った作品で、詩はオメロマンシという人が作りました。このオメロマンシとアニバル・トロイロのコンビでたくさんたくさんいい曲がいっぱいあるんですね。その中からスールっていう曲をお届けしたいと思いますが、これは南という意味なんですけれども、まあ、単純に日本人が南というとどんどん暖かくなって陽気になっていくというイメージあるんですが、アルゼンチンの人にとっては南に行けば行くほど南極に近づいていて、こう気候は厳しくなっていくんですよね。だから日本人の思う北のイメージと一緒で、何かこう失恋したらこう寒い方の方を向いたりとか、それから南を振り返るというのは過去を振り返るといった意味になったりとかするんですね。ただこの曲に関してはブエノスアイレスの町の中の南の地区で起こった、下町ですねの青年時代の過去の恋愛をこう懐かしんで思い起こすというような歌詞になってるんですけれども、単語にはたくさん下町が出てきます。やっぱり単語がこう生まれたね、人々の暮らしとともに生まれたところなので、下町というのが出てきますので、音楽聴いていただいている間に、今度はこの、今日の歌はロベルト・ゴジェネチェという素晴らしい歌手が、トロイロ楽団で歌っている、その音源をお届けしますが、そのロベルト・ゴジェネチェが1988年に、こう南の地区を舞台にした映画があって、スールというのがあるんですが、その舞台のロケーションになったところに私たちも行って、そこの、ライブレストランで演奏したりもしたので、その思い出のお写真などをお見せしながらお届けしたいと思いますが、まさにこのビルの前にロベルト・ゴジェネチェが立って歌ってたりしたんですね。では、ロベルト・ゴジェネチェの歌、そして演奏はトロイロ楽団でお聴きいただきます。南スール。
スール南、歌はロベルト・ゴジェネチェ、そして演奏はアニバル・トロイロ楽団でお届けいたしました。ちょっとあの画像の方は忙しくね、私の昔の写真なんかも出てきましたが、ああいった感じ の、 あの下町が舞台になった曲がとても多いです。はい、そしてこの伝統的なね、まあものを継ごうというのは本当に大変なことで、私たちも頑張っているわけですけれども、やおらインフォルマシオンデミコンシェルトスということで、私たちのコンサートご案内の時間となりました。8月3日ですけれども、8月3日の土曜日に、神戸でコンサートをします。神戸、公演としては25回目になりますが、神戸も港町でね、とてもあの単語の雰囲気と共通するものがあるんですけれども、このコンサートでもただいまのスール、演奏でアストロリコの演奏でお届けしますし、なんといってもね、タンゴダンサーがゲスト出演します。日本が誇る、世界的なタンゴダンスカップルで、アジア選手権のチャンピオン、そして全、世界大会の準チャンピオンのリョー&ハズキさんの素晴らしい、タンゴダンス、そして高一と、中3の青年ダンス、ね、ダンスペアの、タンゴもご覧いただけます。ぜひ、アストロリコのホームページを検索していただいて、我々が頑張って伝統をつないでいこうとしているこのコンサートにお出かけください。スールインストで演奏いたしますので、ではまた来週お目にかかりましょう。アスタラプロキシマセマーナ、チャオチャオ。Yeah.